はい、皆様、こんばんは、ニュージーです。今日もついてるな、歯磨き粉の跡が。いつもちゃんとうがいするんですけどね。取れたかな？いやー、皆様、旅はしてますか？私、旅が好きでして、今回はね、旅好きなあなたに送る私おすすめのバイブル一冊、それがこちら、八雲政二さんの海外クレイジー紀行。これですね、めちゃくちゃクレイジーです。はい、旅といってもね、いろんな旅の手順仕方があると思うんですが、そうですね。例えば、ツアーに申し込んで、そのツアーの日程通りにね、旅行をするパターンとか、友達何人からね、行くパターンとか、一人で旅するパターンとか、いろいろありますよね。カップルで行ったりとか、夫婦で行ったりとかね、いろんなパターンがあると思うんですけど、この本はね、まあ、いろんな方におすすめですけども、特にね、一人旅が好きな方にね、おすすめの本ですね。はい。あえて、この八雲政二さんはね、裏にも書いてありますけども、私の旅には一つのルールがあると。遠慮はしないということ。海外に行くと厚かましい現地人に旅の主導権が握られそうになる。行きたくもない観光地のツアーをしつこく勧めてくる宿の店主。うんぬんかんぬん。はい。自分の好奇心を満足させるために、時にはクレイジーと言われるような行動を取ってきた。あえて。その結果、いろんな経験、がうんぬんかんぬんと書いてありますね。はい。ざっと今言いましたけどね。はい。とりあえず皆さん見てくださいよ。はい。本当、面白いです。私自身もね、一人旅で、今まで渡航歴20カ国の国へ、海外へ旅をしてきました。その中で私もね、いろんな、少しはね、まあ、この八雲政二さんみたいな経験、ほど、まだ浅いんですが、私の場合はね。一人旅をする中で、やっぱりね、いろんな、こう、ハプニングとかね、ありますよね。あるんですよ。で、この方も、あえて、こうね、一人旅で、いろんな、まあ、現地人とかとね、一緒に、あえて、行動したりするわけですよね。そういうところというかね、あえてこう、自分の直感とかで、それに信じて突き進んでいく、この旅の仕方、楽しいですよね。もちろんね、危険なこともあったみたいです。はい。でも、それ以上に自分が得る何か、こう、ワクワクするものとかね、自分の今後の人生の価値観とか考え方、とか、この本見るだけでね、この本値段も安いんで、当時はね、税込みで630円くらいで買えてますかね。はい。安いんで、ネットでもね、多分買えますんで、一人旅が好きな方は、あと、そうですね、まあ旅が好きな方とかね、は、この本は読んでほしいとか、おすすめですよね。見てほしい。海外クレイジー機構。本当にクレイジーですから。私の場合はね、この本を読んで以降、何回も、時間があるときはね、読み返したり、何回も繰り返し読んでます。おそらくね、私の場合はね、そういった何回も反復する本っていうのはね、あんまりなくて、これと、あと、1、2冊あるかないかくらいの、そのくらいですね。
この海外クレイジー機構、そのくらい面白いです。はい。ぜひご一読を。別に私は八雲誠二さんから、ね、特に頼まれてるわけでもなくてね、自分の、なんかこう、なんかこう皆さんに勧めたくて、この本を。だから今動画回してます。はい。ご覧ください。よろしく。